最後の最後に、もう俺は好きなことをやるって言って、やめて、好きってあるに書けるって言って、仕事してるんですか、とにかくこれからギターを始める。で、奥さんどこにいる？あ、今日はね、ちょっと来てないです。とにかく、これからはギターにかけて歌うっていうことで、今日のために1ヶ月間、井上陽水の心模様って、井上陽水知ってる人、心模様を1曲歌ってくれます。歌った後に話題、大根大西千佳さん、三宅のり子はここで60の時間やってくれた後に、三崎町っていうところで、芸術のアートフェスティバルがあって、大西千佳さんと会って、演出家のすごい人、その人が上演して、もう何もかもこう絡まって、今日はだから、その、カヤの美伝国の太鼓と、大西千佳さんが入って、その前におじさんが始まります。非常にやりにくいですよ。とにかく、すごいよ。これはこれからもう新しい人生を追いかけるから、会社でライブをやらさせてくれて、今日が2回目です。トロンさんに一応弟子入りしまして、一生懸命練習させてもらったんで、本当にね、もう皆さんの温かい拍手なくて結構ですので、それでも聞いてもらえたらと思います。リオジさん、リオジさんです。リオジさんから始まって、和太鼓、大西千佳さん、無害バンドどこにいる？はいはいはい。大西千佳さんが終わったら無害バンドが始まって、みんなでそれをフォローするセッションで終わりで、あとは飲んでもらいます。行くぞ。はい、お願いします。カモン。